までの忍者アドベンチャーは、ライアンパパが病気になって、ライアンは薬を探すため大冒険の旅へ。新しい仲間刀師匠の導きで、ライアンは遥か彼方の土地へ薬を探しに。困難を乗り越え、パックラットを出し抜き、手に入れた宝箱の中身は薬のレシピだった。ライアン、エマ、ケイトは材料を集めるため忍者ワールドへ。強い守護者たちと戦って、止まれ。おいおい、ハチ、招かれざる客、強さを証明した。そして新しい仲間と協力してパパの薬を作った。ところが突然、忍び寄ったパックラットに奪われてしまった。手遅れになる前にパックラットから薬を取り返さなきゃ。パパ、パックラットに薬を取られた。嘘だろ。パパ、信じられない。どうすればいいの。大変だ、まずいことになったぞ。パパ、絶対薬を取り返さなきゃ。私たちも行く。行くよ。ああ、そうか。ちょっと待った。何？どうしたの？我が言ったことを覚えておらんのか。そなたの忍者の力は、そもそも我のおかげで目覚めたのじゃ。力を使い切ったら、この世界には帰ってくることはできん。永遠にあっちの世界に行ったきりになる。嘘！そんな！ライアン、危険すぎる。行っちゃダメよ。だけど…ママ、エマ、ケイト、3人はここにパパといて、僕が薬を取ってくる。ライアン、本当に行くの？うん。パパ、待っててね。すぐに戻る。約束する。気をつけて。分かってる。行こう、刀師匠。時空移動の術。ライアンズワールド忍者アドベンチャー。今度こそはっきりきっぱり言うぞ。絶対に、絶対に油断は禁物じゃ。助けて、助けなきゃ。泳げない。忍者の道具を使おう。助けて、ここから助けて。忍者は常に備えてなきゃいけない。ちょっと待った。思った通りじゃ。そなたの忍者の力がすでに減ってきておる。じゃあ時間がないね。行こう。いや、案内せよ、我が弟子よ。おやおや、戻ってくることにしたのかい。探してるのはこのお宝かな。ん、これなんだ。忍者の城の防衛ロボ。迫ってくる敵をやっつけるために作られた。なんて便利な代物。では遠慮なく、ポチッとな。あ、はっ、あのネズミの子分じゃ。気をつけろ、ライアン。任せて。あんなに急いでどこへ。どういうことじゃ。一体何事。あれは一体何なの。動く城みたいじゃ。たまたまヤドカリに似とるがな。 あそこだ、上の方。パックラットだ。そうだ、城を乗っ取ってやった。乗っ取りたくてやったんだもんね。全然怖くないんだもんね。見つけたぞ、パックラット。あそこに装置があるはずじゃ。上まで登って止めなきゃ。ほら、早く行こう。ライアン、そやつの角を折ればスイッチがオフになるかもしれん。よし。まさか忍者の力が減ってる。え、
我の忍者の力が。いや大丈夫じゃ。うわ、竜巻の術。よし。やばい、忍者メーターが。早く決着をつければ家に帰る力がなくなってしまうぞ。分かってるよ。やっ、うーにゃ、行こう。はっ、危ない。間一髪。さすがじゃ、観念しろネズミ。この装置めちゃくちゃ使いづらいんですけど。ライアン。はい、じゃんけんぽん、パーの術。うーや、おー、これは考えつかんかった。ライアン見ろ、忍者メーターが。恐れていたことが、忍者の力がなくなってしまった。こうなったらもう元にいた世界には戻れんぞ。それにどうやって戦い続ける。ああ、大変じゃ。今諦められないよ、忍者スピード。何、ジャガメーターが。よし、行け、ライアン。お前ならできる。うわ、ライアン待て。これ以上は無理じゃ。やるしかない。ライア、忍者の力なしに進むのは危険すぎる。ライア、そなたの師匠として言っている。今すぐ引かせ。おい、僕は薬を取り返すんだ。絶対諦めない。絶対パパを助ける。まさかこんなことが。ライアン、そなたは真の忍者じゃ。こんなすごい力は滅多に見られない。この力すごい。これが僕の折れない魂の力。見よ、これこそが我の真の姿。やっ、イエーイ。マジか、冗談だろ。刀まで強くなってる。まだ忍者の力が残ってるってありえない。いや、これこそが本物のシャキンシャキン刀獅子王じゃ、スーパーウルトラマックス。いくよ、一緒に。いやあ、いやあ、くらえ、キレッキレの術よ。正体が分かっていたら、お前たちから奪うか考えたかもしれん。何のクッキーかを説明する前に奪ったじゃろう。ありがとう、パックラット。やったよ、パパを治す薬を手に入れた。でももう手遅れ、忍者の力はゼロ、元の世界に戻れない。何、まだ忍者の力はある。え、我の、どういうこと。我の力を全部使えば、そなた一人くらい戻せる、元の世界へ。でもそれじゃあ刀師匠は来られないの。そなたと旅ができて何より光栄じゃった。この冒険を我は永遠に忘れん。忘れないよ、刀師匠。
さらばじゃ、ライアン。さよなら、ありがとう。気をつけて。訓練続けてね。パパ、口開けて。お口やありがとう、ライアン。でも、僕だけじゃないんだ。そういえば、刀師匠はどこ？お礼を言わなきゃ。実は、一緒に戻れなかった。僕を戻すために力を全部使ったんだ。つまり、二度と会えないの？刀師匠、恩に切るよ。みんな、こっちだ。そうね。へへへへ、刀師匠、まさか僕のピンポンのラケットに？絶好調で戻ってきた。本当じゃ。はっ、二人一緒なら世界最高のピンポンパートナーになれるね。もちろんじゃ、ライアン。本物の忍者の力を見せてやろう。できるかな。ふんふんふん、いくよ、スマッシュの術。はいよ。すごいじゃん。やったね。